はい、岡崎グリーンメンテナンスの岡崎です。ここちょっとね、今ティーグラウンドの周りなんですけど、やはりこういった、平井小屋の周りですとか、こういったちょっとね狭い乗り面、あとこういうね、メズナ館ですかねの周りとか、こういったティー周りの狭いところ、こういうところをね、どうしても仮払いとか、自走タイプのロータリーモアみたいなやつで刈ることがあると思うんですけど、まあ、今ね、こんな感じで、のり面刈ってもらってます。でこっちねやっぱり、機械入れないんでね、非常にちょっと危ないんで、こういう手作業になっています。まあこういった手間のかかるところをね、積極的に作業を行っていますので、よろしくお願いいたします。はい、以上になります。